県が3回目接種の前倒しのため静岡市に開設した大規模接種会場。しかし今日も混み合う様子は全く見られませんでした。それもそのはず、1日最大340人分の枠で、今週1週間の予約率はわずか 4%。 来週に至ってはたった 1% しか予約が埋まっていないのです。県の会場については、市町村が設ける会場のですね、補完的な会場として運営しているものです。で、現段階で市町村の会場でもですね、混乱なくですね、予約についてもスムーズに入っておりますけれども、そちらもまだ会場に空きがあるというような状況でございますので、県の会場の方にですね、人が前に流れてこないというのも致し方ないかなというところは考えております。モデルナ製のワクチンを使用していることも予約低調の一因とみられています。2回目まではファイザー製ワクチンを打った人の割合が高く、その人たちが3回目でモデルナ製を打つのを敬遠している可能性があるのです。はい、終わり。利用者は多くないものの、県の大規模接種会場にも今日接種に訪れた人がいました。安心だね、やっぱりね、そうせ安心しますから。どこのワクチンって気にしなかったっていう、気にしない、私そういうこと気にしないです。3回目を14日に予約したんですけど、もう今あちこちで流行ってますから、早くした方がいいっていうことで探して、でここが空いてるってことで来ました。とにかく早く打ちたかったんですよ、年だから。それで決めました。県内でも去年12月に医療従事者から始まった3回目のワクチン接種。静岡県全体の3回目接種率はおととい時点で 2.9% となっています。一般の高齢者を対象にした接種が本格化するのは今月からということもあって、打ちたくてもまだ接種が始まっていない自治体もあるのです。こうした地域差が県の大規模接種会場の予約にも影響しているのかもしれません。静岡市で予約が低調な一方、来週8日に開設される伊東市の健康福祉センターでは、市の接種が始まっていないこともあってか、1週間の予約がほぼ埋まっています。接種券の発送前倒しできるところは前倒しするようにお願いしますということで、私どもの方から町町さんの方にもお願いをしているところです。ワクチンの種類を選ばずにですね、打っていただくということがより重要だと思っておりますので、早めに打っていただきたいなというふうには思っております。